やばい、今日は花粉が来たわ。そんな花粉症じゃない人でも、でも私外そんな出てないんだけど今日。ってことで、ちょっと今日は、アイスを食べたいと思います。じゃん、ザ・クレープ黒蜜きなこ味、絶対美味しい。ちょっと見つけちゃったら食べちゃうよね。なんか私絶対ご飯は間違えた、アイスはご飯を食べてからっていう決まりが自分の中であるんですけど、今日はちょっと破っちゃいます。いただきます。うん、しかもピーナッツ乗ってる。これはセブンイレブンに売ってました。全部食べちゃうの？え、だってこれ半分とかなくない？美味しい、久しぶりにアイス食べた。うんうん、アイスめっちゃ食べてそうって思われるけど、意外と週一も食べません、アイス。食べないんです。美味しい。うん、セブンのホイップだけサンドめっちゃ売ってた。美味しい。今日は、振り起こししながら、しながらじゃない、して お昼食べてゲームしてました。あと掃除めっちゃした今日。なんかなんなら一番掃除したかも。キッチン掃除した、めっちゃ。うん、で玄関に結構靴が溢れてて、なんか靴シューズだなはあるんだけど、靴多すぎて足りなくて、うん、玄関にちょっと置ける靴棚を買って、それ組み立てて靴置いてって感じです。お掃除しました。
せいちゃんと14時46分だっけに黙祷して、いろいろなんか1、2年前のことをバーって調べてた。美味しいこのアイス。私これみんなの動物園先週おばあちゃん家で見たわ。エボカヤゴの毛先のスカスカ感、ストレートだと余計に感じるスカスカ。ちょっとゴミ捨てます。今日も野球やってるの？毎日野球やるの？え、やってるの？気を見ないと。よいしょ。そっか、毎日なんだ。本当だ、チェコ。いや、私昨日スマブラやったんですよ。スマブラやったんですけど、なんかそのオンラインでやったんですよ。知らない方とボロ負けボロ負けしたんだけど、下手ってことかな、やっぱり。でも何が何だか分かんないで、ごめんなさい、チョコ食べます。何が何だか分かんないで攻撃してるところあるから、そりゃ負けるだろうって感じではあるけど。顔むくんでる今日。湯船つかろう。ゆなちゃん年下のピッチャー見ようかな。佐々木くん、ね、なんか加えてる人めっちゃイケメンじゃない？今の見ました？佐々木何くん、なんて読むの？2001年生まれ。でも一個下ってことかな。すごい、165キロ。いけ、あ、やってしまった。取れ。うわーうわーと、私野球のローキくん、すごい。私あの野球のルールは分かるんですよ。
野球は分かりますよ。え、こんなん見てたら切れないやん。え、めっちゃ早いね。確かに。これ今日も東京ドームですか？かわいい。チェコの方たちが笑ってるのですらかわいい。でもこうまじまじと野球見たことないかも。あ、でもチェコが1点、さっき始まったばっかり。おお、かっこいいかっこいい。令和の怪物って書いてある。うわー、ビール飲みながら見れんのこの野球って。あ、だからああいうなんか売店とかがあるのか。あ、売り子ってこういうこと。食べ物も食べれる、もしやだけど。え、最高やん。ああ、そういう楽しみ方もあるんだね。私がもうちょっとじゃあ野球に詳しくなったら、売り子とかやってみたいとか思ったことある。ここがめちゃくちゃ重そうって思ったことある。やばい、洗濯物取り込まないと。花粉やばそう。今日本当にやばかった。昼間ずっとクッシュンクッシュンしてた。今日は。いや、今日皮膚科行こうと思ったの。皮膚科行こうと思ったんだけど、なんか、いや、赤目は確かに気になるけど、なんかめちゃくちゃ肌荒れしてないなと思って。でも今日も昨日も化粧してないんですよ。だからやっぱ化粧しない日作ってるから、うんと思ってやめちゃった。で、人生で初めてなんかタコが余ってて、でももう切れてたから、いや火通しちゃおうと思ってタコの唐揚げをお昼に作ったんです。昨日から味付けといて、でめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。うわ、まるちゃん製麺食べた。今日さ、久しぶりに親友のイーちゃんがね、泊まりに来るんですよ。いつぶりってくらいに。で、イーちゃんはタイタニックを見たことがないらしくって、今日は夜タイタニックを見ようと思ってます。アマプラで借りようかなって思ってて。でもさ、私さ、あのファイヤースティック途切れるって言ってたじゃないですか。
なんかそれが治ってないと結構途切れるなと思って、ちょっと一回開いていいですか、野球見てる。なんかそう、タイタニック見たことない人なので。つかない、くしゃみ出そう。いやそう、治ってないとさすがにさ集中力切れちゃうよと思って。鼻むずむずする。ちょっと待って、もうねスイッチは別に大丈夫なの、刺してなかった。スイッチは別に大丈夫なんです。YouTube 開いてみて。え、わかんない、壊れてんのかな。何見たらいいかな。あ、壊れてそう。治んないかもこれ。もう最悪 iPad で見るしかない。トワイス流してる。治らん、無理、どうしよう、なんでだろう。音も画面も途切れる。調べたんだけどな、iPad だとちょっとちっちゃいじゃん。ノイズが入り、ノイズってブブーみたいなやつ。なんかそのなんか HDMI のケーブルじゃねって書いてある人もいる。いやテレビじゃないんだよ、 HDMI のケーブルなのかなこれ。じゃあまぶない、うんうん、ごめんなさい。ケーブルをさ、今あなんか複数のケーブルあるじゃん、わかります。そっから外してみた。なんかディープリプレイとスイッチがつながってて、あとアマプラじゃない、ファイヤースティックと、それ外して独立させてみた。
わ、治ったかも。セレクター、セレクターって何？この4つくらいあるやつ？治った！でも、多分途切れないかも。あの HDMI を1個挿してしたら4つあるじゃん、わかる？セレクター、これ、そっから今外したら治った。でも今まで問題なかったけどね。でもさ、それ刺さないとスイッチとか全然、もう一回刺さないといけない。まあ一回一回、今日はスイッチやんないし。治ったかも。かわいい。タイタニック見れる、これで。これで多分タイタニックを私がレンタルしたら、なんかいっぱいある。字幕版はレンタルしなくても見れ、あ、スチーム見れなかった。吹き替え、いや字幕だよね、字幕だよね。でもまた苦しくなる。3時間もあるからね。OK、 いけそう、多分大丈夫。問題、ありがとう。てか最近メールとかもそうだしさ、なんかいろいろ全部さ見れなくてか使えなくなったからすごい困ってた。ごめんなさい、めっちゃ鼻むずむずしてる。厄年じゃないよ、私厄年今。いや違う違う、うん、タオのサバちゃんの愛媛が乗ったよ。見ようかな、携帯で見よう。ゆなちゃんの今期の狼は誰推しですか？なあたんちゃんです。あとちせちゃんも好き。でもまだみんなの魅力分かってないので見ていきます。
海が飛行機の中も流してたんだカメラ、知らなかった。隣の隣に座ってたけど、めっちゃ前髪気にしてる、ごめん。すごいミユの YouTube 見始めちゃった。かわいい、 YouTube の参考ですよ。かわいい、父の方にね。確かに自分が映ってるのが気になる。ね、めっちゃマネージャーさん映ってるし。マックの裏側めっちゃおもろい。チュリンプ、今見るものじゃないだろうけど、すいません、ちょっと見させてください。いいね、やっぱ音楽がさあるとさいいよね。カボスだっけ、すだちじゃなかったっけ、カボスだっけ、え、すだちだよ確か。ハッツが間違えてカボスって言ったけど、すだちですよ、探してたのマネージャーさんは。やっぱこう YouTube っぽい音楽聞くと YouTube だね。うわー、鯛めし美味しそう。めっちゃすっぴん、めっちゃ自分めっちゃ自分映ってる。お茶碗2杯も食べてました。いや普通よ、お茶碗2杯普通よ。鯛めし、ここの鯛めしめっちゃ美味しかったの本当に。どこだ、赤、赤ってどこだっけ、めっちゃ美味しかった。え、なんか愛媛観光ちゃんとしてなかったからさ、ジョンマイン入ってからなんか意外とできてなかったから、すごい楽しかった。ツンデレのリハ見せてくれるんだ。
やっぱでもこういうリハ映像見れるのってすごいいいよね。いつも思うけど、このエンジン終わった後のそのみんながばらけるのがすっごいシュール。え、こんなアングルで撮られてたの、積んで。ここのハモリがめっちゃむずかったの。これ盗撮みたいなアングルだな、ここ すごい松山城いいね、朝から。かわいいおばあちゃん来てたんだ。中に入りたい方は。私たちも松山城行った時は時間なくて、ただ走っただけでした、松山城内。ミユが松山城行った時、私たちはホテルで朝ごはんを食べてました。ホテルの朝ごはんもめっちゃ美味しかったよ、鯛めし食べて。かわいい、まずさんのお弁当かわいい。うわー、やば、乗せた。あの本当に自分で言うのとしてと思うけど、本当に高めのポニーテールが似合うわ。あ、急に東京。おかえりなさい。うわ、このなんか最後の感想を述べるのが YouTuber っぽいわ。いいね押しとこう。明日千秋楽なんですね。本当にもう終わっちゃうんだって、逆になんか本当に終わるのかなっていう、こちらとしても思ってます。配信見たいな。
2時だっけ、明日愛媛行こっかな絶対行けない この行動力無理です無理です、そんな行けるわけない間に合わないっしょ、そもそもふっかるすぎるでしょ、さすがにね。配信を見れるようにどうにかしたいな。いやーもうだって愛媛なんてもうこんな簡単に行くことないだろうな。いやでもいつかはね、自分がこう頑張った場所だから思い出巡りはしたいけど。なさそう、そんな。自分のジョンマイライブ見たくなるもんね、ジョンマイの話してると。でももうちょっとゆっくり観光は確かにしたいかもね。絶対観光する時間あっただろうけど、なんか疲れ果てて観光すらしなかったから。でも本当に愛媛たくさん通ったな。湯船浸かろう。ちょっと早いけど、私はお風呂に入ります。久しぶりに湯船に浸かりたいので。ではランキング見ます。ありがとう。ちょっと早いけど近々ゆっくり配信します。13位香港のケーキアットマーク、7レンジャーさん、12位リューストさん、11位ヤッスンさん、10位サイトアットマークマヨネーズのケチャッピーズさん、9位ケンセンマキシさん、8位シンスキアットマークナトリドンさん、7位 TK トンからアットマークタイさん、6位ヒロノリさん、5位クラウちゃんさん、4位ユウキさん、3位大粒ちゃん、2位ソノミさん、1位アクネちゃんです。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。
みんな花粉に気をつけてね。